では今晩はですね、お寿司を先ほど買ってきたので、それのレビューをしたいと思います。で、まずですね、さっき目玉焼きを焼きました。なんか可愛いちっちゃいフライパンがあってですね、綺麗にちゃんと丸く焼けます。で、お寿司はこんな感じです。で、今食べようと思ってちょっと思ったんですけど、お箸をもらい忘れました。っていうか、お箸があるのかどうかわかんないんですけど、まあ家にはないので、フォークで食べようと思います。あと今、オーブンでチキンクリスピーを焼いております。冷凍のチキンクリスピーなんですけど、オーブンで20分ぐらい焼くと、サクサクの美味しいクリスピーが出来上がるので、今焼いてます。わさびと醤油が入ってます。私はわさびつけない派なので、醤油だけつけます。まあ、サーモンとエビと、なんか巻物ですね。外に海苔がついてなくて、ごまが周りにまぶされてます。結構置いてある種類としては、サーモンが一番多くて、マグロはないのかなと思ったら、意外とありましたね。じゃあ、まずエビいただきます。美味しいです。冷蔵庫に入ってるようなお米の硬さはあるんですけど、ちゃんとお酢が効いてて、お米も美味しいですね。まあ冷蔵庫に入ってる感じっていうのはどうしてもしょうがないのかなって思うんで、美味しいと思います。多分ツナとキュウリが入ってます。で、白ごまでまぶされてます。美味しいです。もう一種類は何が入ってるか分かんないです。多分カニカマだと思うんですけど、いただきます。ちょっと何が入ってるか分かんなかったです。多分カニカマです。最後サーモン食べます。美味しいですね。サーモンは生サーモンというよりかは燻製されたサーモンだったんですけど、美味しかったです。あとこれは 自分で作った目玉焼きです。今日私、生卵をですね、まあ焼いて卵焼きを、卵焼き、目玉焼きを作ったんですけど、なんかイギリスっていうのは30年ぐらい前にサルモネラ菌の事件があったみたいで、ちょっと安全性に疑問があったそうなんですけど、卵にですね、ライオンマークっていうマークがついていて、このマークがついてると安全性が保証されてるっていう卵みたいです。で、今現在は生卵で食べても大丈夫だそうです。なんか私何日か前に目玉焼き作った時に、半熟で、まあいつもの通り作ってしまって、で、そういえば卵半熟で大丈夫なのかなと思って調べたら、そのライオンマークのことが出てきて、まあ今は生卵大丈夫だそうで、食べようと思えば卵かけご飯も食べて大丈夫らしいんですけど、ちょっとまだ卵かけご飯を食べるのは怖いなと思って、まだ挑戦してないです。でもとりあえず半熟の目玉焼きを何回か食べてるんですけど、
特にお腹壊したりとかはしてないです。味も日本と変わらないですね。牛乳は今クリスピーチキンが焼けたんで持ってきました。ちょっといつもと設定のモードを変えてみたんで焼け焦げた跡がついてないですが、まあまあ大丈夫ですね。あれ、卵は結構あんまり日本と味の違いは感じないんですけど、牛乳はもしかしたらちょっと香りの違いを感じるかもしれないですけど、まあこれがイギリスの牛乳なんだって思えば、まあ、全然飲めてしまうような香りではあると思います。じゃあ今日はここら辺で終了したいと思います。